どうも高井です。私が動画作りで心がけてることなんですが、今ってこういう紙の本だけではなくって MP3 っていうオーディオブックって売られてますよね。ただオーディオブックも長時間流した上で聞き続けなきゃいけないし、それってパソコンだとかスマホとかを持ち歩く日本っていうよりかはアメリカみたいな運転時間が長いっていう国であれば有効であって、運転しながらオーディオブックを聞き続ける、本をそのまま運転しながら読み続けてるみたいな効果があるわけです。それが私の場合はムービーブックを作ろう、映像プラス私の話す音声によって2、3分ギューって凝縮された動画を効率よく届けれたらなと思ってます。最近はこういう本とかを読んでますけど、当然アウトプットしやすいもの、アウトプットしにくいものなので、その中でもアウトプットしやすい部類の本を届けてます。いつかアウトプットしにくい本もと思ってますが、アウトプットしにくいものって正直なうち半年ぐらいかかっちゃってるものもあるんですよ。これだけは申し訳ないなとは思ってるんですけど、これからもおそらくこいつ話下手だなとか分かりづらいなとか私の話を聞いて思っちゃう人もいると思いますが、それでも見てくれる方はぜひともご視聴を続けてお願いします。それでは。